あんたが近頃噂の。あの星には近づかん方がええ。あの遺跡に入って生きて帰ったやつは誰もおらん。わし以外はな。その時のことを教えてよ。呪いだよ。あそこにはある一人の男の恐ろしい呪いが取り付いているんだよ。うるさいよ。あたしゃ危ないと聞いちゃいかないと気が済まない性格なんだよ。ち、変なやつ。ふん、おじけづいたかよ。誰が。まあとにかく一生遊んでくれするお宝ほっとく手はないわよ。たく。これはとにかく投資できないんじゃ入るっきゃないっしょ。大丈夫なのか。今回は秘密兵器があんのよ。なんだって。見て。イエーイ。お嬢様ご命令。後ろの核兵器を開けなさい。はは、はい、おー
何の意味があんだよ。グラフィカルユーザーインターフェイスよ。頭使わない人には分かんないのよね。だと、だからそうやってすぐ突っかかるから言われんだよ。何よ。ゼニョールとか言われてたじゃん。前に思いっきりビビり入ってたよ、あの子。だと、やんのかてめえ。面白いじゃない。おい、やめろよ、二人とも。いや、お宝欲しいでしょ。お宝。そっか。ちょっと、あんたどこ行くのよ。艦長、進路クリア。異常ありません。よし。大佐、まもなく惑星混成グランに到着いたします。何もないな。は？この部屋はお前のものか。はい、気になさらずお使いください。私の船の資質は美術品の倉庫だった。宇宙中から集めた開拓時代の品々だ。しかし全て燃えてしまった。あの技術、あの時代の輝きは二度と戻ることはない。って、なんで私まで。山頂。はーい、お嬢様。違くて、ドア開けろっての。無理です、お嬢様、ロックされてしまいました。え、マジ。ん？ん？それ。しばしお待ちを。検索した結果、2317件ヒットしました。ご覧ください。これはダンテの新曲の一節ですね。地球時代の古典文学ですよ。細かいことはいいから意味教えろって意味。こりゃどうもすいません。この文句はですね、その物語の中で地獄の門の裏に刻まれていた文字ですね。裏？裏ってことは中ってこと？冗談じゃねえよ。こら、おめえのせいだろうが、分かってんの？ジュン、早くここ開けなよ。何やってんだよ。ダメ、ロックされてやがんの。ああ、やれやれ、偉そうなこと言って、やっぱあんな程度かよ。ジュン、どうした？ジュン！欲に駆られし愚かなる者よ。あれは何時らを呪う者なり。我が怒りを果たせんがため、何時らに罰を与え。すんだ、エイプリル。ああ、まあここが開かないんじゃ、とりあえず任せるしかないか。じゃあ船に戻ろっかな。だって寒いんだもん。大丈夫、お宝ならジュンが取ってくるわよ。新曲の作者であるダンテは地球歴の14世紀イタリアという国の詩人で政治家でもありました。詩人で政治家。彼は民衆には支持を得ましたが、ほどなく軍事クーデターが起こり都を追われました。はあ。新曲は挫折感でいっぱいになったダンテが自らをモデルにした物語です。なんじゃそりゃ。
それほど彼の絶望は深かったのでしょう。川？どうしよう。これは新曲に出てくるアケロン、サンズの川でしょうか。なんだ、船があんじゃん。あ、お嬢様。山長、あんたその新曲ってのずいぶんこだわってるね。大丈夫だって。あ、お待ちください。物語の中では渡し船には死者しか乗れないことになっております。これは罠です。いや、我々を試そうとしているのかもしれませんよ。いいから。いいね、ゴンドラなんて。なんかロマンチックっていうか、いい感じだよね。ほんと贅沢だよ、死んでるくせにゴンドラなんて。死者の姿勢で渡らなくてはいけなかったのですね。マジかよ。この床は何？クリスタルのようですが、それにしても、大パーツを狙ってきたトレジャーハンターのようですね。カチカチでやんの。これはケルベロスになぞらえたトラップでしょう。ケルベロス？三つの口を持つ地獄の番犬です。大変獰猛で何でも食べてしまうそうです。何でも？三つのレーザーが通路のすべてをカバーしていますね。じゃあ通れないじゃん。はい。しかし趣味悪っていうか性格悪そう、これ作ったやつ。お嬢様が言うことですか。しかしどうしますかね。簡単じゃん。これでいいですか。ダメダメ、全然。もっといっぱい動かないと音にならないでしょ。こりゃダメじゃ困るんだよ。そうは言ってもな、開拓時代の技術にはな。こうしてる間にも十二先を越されちまう。おめえ何の心配してんだよ。今日は酔いが回るの早いわね。奴らにオーパーツを渡すな。ブルーコメット隊発進。なんだ、各機散開して迎撃せよ。こんなところで行き止まりなんて。お待ちください、今この端末のアロケーションテーブルを初期化しています。ガー！なんだ？
何よこれは。記録ですよ。かなり古いもんです。ご覧よフロール、僕はこの赤茶けた死の星をたった1年で緑の星に変えてみせるよ。そんなことが。もちろんさ。人類は永遠にエネルギー問題とさよならできるんだ。そしてあなたの名前は永遠に残るのね。あれ？誰よ？フロールと申します。あんたね、この大パーツに取り付いてる呪いっていうの。いいえ、私はこのコンピューターの中でソフトウェアとして生きる幽霊にすぎません。私が死んだ後、あの人は私の記憶をコンピューターの中へ移したんです。あの人？お願いです、ボイドを。あの人を止めてください。そいつ、この呪いっつうのは別のプログラムが割り込みをかけてきていますよ。お願い、あの人を。私は天国の部屋で。何をやってる。たったの一気じゃないか。ちくしょう、あっちでもこっちでも。おー、やってるな。通すな、俺らは。当然行く。おう、マニュアル通りじゃ私は落とせないわよ、坊や。うわ、ここは煉獄なり。我が刃の刻みし七つの罪を一つ一つ消し去ってみるがよい。閉じ込められたようですよ。やったろうじゃん、山頂。あんた目押しができるっしょ。はあ、ボタンが押せればですけど。大丈夫、私たちなら。バカ者。すいません。四方発射を準備しろ。メガシードを破壊する。なぜですか。オーパーツの力は我々にとっても有益なのでは。どういうこと？新曲のラストで天国にたどり着いたダンテは、そこで
若い頃死に別れた恋人と再会します。それで？そこで一緒に暮らすんです。彼は天国から戻らなかったんです。ん？お待ちしておりました。オーパーツはどこ？ここにあるのは私たちの墓だけです。ならどうして？私たちはオーパーツがあるって言うから来たんだよ。あれは開拓時代のことです。この星はもともとボイドの実験のために開発されたのです。人々の期待を一身に受け、私たちは意気揚々とこの星にやってきました。ところが、ボイドは残った協力者とコンバーターの改良型を作り始めました。しかしすぐに意見の食い違いが起こり、私たちは二人きりになってしまいました。プラントがすでに個人レベルではどうにもならないのは明らかだったんです。あの人はお酒を飲んでは暴れ、私は心細くて、私がいけなかったんです。ということは、あの人は何も完成できなかったんです。オーパーツはありません。私はここで何百年もボイドの呪いがたくさんの人を殺すのをただ見てきました。でももう嫌なんです。あの人が悪者になってしまうのは。プログラムはまだ生きています。ボイドの呪いを、あの人の迷いを止めてあげてください。私はあなたを騙しました。この遺跡に何もないことを言わずに。うるさいよ、あんたみたいな古臭い女大嫌いだよ。
何、あの星どうなっちゃったわけ。わかんねえけど太陽になるぜ、多分。もう疲れた、眠。しかしなんだかな、今回は。ん？おかえり。よう、なんとか切り抜けたみてえだな。お宝は？おい、どうしたんだよ！たく。山頂に乗り移らせれば連れてこれたね。何百年もの間、長く生きてると誰でも一人ぼっちになっちゃうんだよ。メイユには分かんないよね。ダメダメ、古臭い女はダメ。大佐、あの光は一体あそこには何があったのですか。記憶だよ、遠い過去の。あり得ること、なし得ること、求めうることを、あなたと共に。私は光、私は愛。Just one day by the ancient fool lane.